金色モザイクは、原優衣による日本の4コマ漫画作品。法文社、漫画タイムキララマックスで2010年2から3月号掲載の、あと、2010年6月号から2020年5月号まで、連載された。2020年7月号から2021年5月号まで、同誌で連載された特別編、金色モザイクベストウィッシーズについても、本校で扱う。略称は、 キンモザ。イギリスでホームステイを通じて友人となった日英両国の少女たちが成長後、日本で再会して繰り広げる物語をコメディタッチで描いた4コマ漫画。2020年に単行本11巻分を持って本編としての連載を終了した後、本編後の時間軸を描いた特別編、ベストウィッシーズが単行本一冊分連載され、 ベストウィッシーズの連載終了をもって完全完結がアナウンスされた。2012年12月にテレビアニメ化が発表され、第1期、金色モザイクが2013年7月から9月にかけて、第2期、ハロー。金色モザイクが2015年4月から6月にかけて放送された。2016年11月には、スペシャルエピソード、金色モザイクプリティーデイズが、 劇場上映され、2021年8月には、同、金色モザイク3級が劇場上映される予定となっている。詳細は、下記のテレビアニメと劇場版アニメを参照。金色モザイク、イギリスコッツウォルズでホームステイをしていた、大宮忍に、帰国からしばらく経った、高校1年生のある日2のエアメールが届く。差出人はイギリスで出会った少女。 アリスカーダレット。なんと今度はアリスが日本に来るという。アリスと、しのぶ、クラスメートの正治綾と、井の熊陽子、さらに、アリスを追って、イギリスから留学してきた、もう一人の金髪少女球場家連も加わり、5人は、金色に輝く日々を過ごしていく。金色モザイクベストウィッシーズ、萌木高校を卒業し、いつもの面々もそれぞれの道を歩き始めることに、 イギリスの大学へ進学する準備のため、アリスの実家での生活を始めたシノブとアリスは、高校時代のアリスが母に宛てたエアメールを発見する。二人はその手紙を読みながら懐かしの高校時代に思いを馳せるのだった。日本人側の主要キャラの名前は京都市内の通りを元にしている。メインキャラクターが通う高校で男女共学。学校名は劇場版で設定された。 両親はアリスの母を除いて素顔は明らかになっていなかったが単行本五巻目から全員素顔が描かれ始めている。書籍は全て法文社より漫画タイム系 R コミックスとして刊行されている。日本国外では台湾で東立出版社により中国語の翻訳版が2巻まで出版されている。アメリカでエンプレスにより英語の翻訳版が10巻まで出版されている。 ホスファームハウス前景2013年に第1期を2015年に第2期を ATX、東京 m x 他にて放送。2016年11月には劇場版アニメも制作。ロゴの英字表記はゴールドモザイクから金色モザイクに変更された。本作では英語監修として日医学館が運営する英会話教室、ここ塾が参加している。 他作品とのコラボレーションとして、ゆゆしきとのエイプリルフール企画が実施され、それぞれの公式サイト同士で、登場人物の入れ替えが行われたほか、本作の第6話では作中に登場した雑誌、アニメタイムキララの巻中特集のキャラクターとして、登場している。また、放送直前の6月24日には、法文社本社にて、同クールに毎日放送制作、 アニメイズム枠で放送された、恋愛ラボとの巨大看板が掲示された。本作においては、舞台となる地名は特に明示されていないが、アニメにおいては、千葉県、京成電鉄の沿線、アリスやカレンの故郷として、イギリス・コッツウォルズ地方の風景やドービルとシャーシュー、カースル・クームに実在する B&B、フォスファームハウスが描かれている。 1989年開業の同 B&B は本作に描かれたことにより聖地巡礼の場となり2018年4月にはイギリス自動車協会主催の B&B 物語賞を受賞英国放送協会でも本作と共に取材された第1期2013年7月から9月まで放送前1に話漫画タイムキララマックス連載作品のアニメ化は金目も 以来4年ぶりだった。キャラクターデザインの上田和幸をはじめ作画面では2012年7月から9月まで放送された、この中に一人、妹がいる、のメインスタッフが多く、名を連ね、アニメーション制作も同じくスタジオ5組が担当している一方、シリーズ構成はメディアファクトリーのプロデューサーである川本幸からの依頼で、綾名ユニコが担当している。 本作を企画段階から気に入ったアヤナは依頼の詳細を聞かないうちに快諾して原作を読み感銘を受けた原作を読んだ時に感じた心地よさや可愛いらしい雰囲気をそのままアニメにしたいなというアヤナの思いによって構成された内容に監督の点付きの発案で第1話に原作では3コマ数ページしかなかったイギリス編が盛り込まれたため アヤナは原作の原優衣から4コマのネームを八本という形でアイデアをもらい書き上げた。第6話にもアニメオリジナル要素が盛り込まれているが当初はロケ班で訪れた地域に花火大会があるので初行はそのように書いたものの他のキャラに置き換えても成立してしまう話ではダメという思いから書き直して本編の内容となった。またその本編のために 原も浴衣のデザインを提供している。第10話のオムニバス形式や第12話のミュージカル形式にも、アヤナのこだわりが活かされ、校舎では、天きのアイデアによるミュージカルに、音楽制作を担当したフライングドッグも乗り気となり、声優たちに仮アフレコをしてもらってから、全体の差しを決め、映像に先行して、音楽を書き下ろすという方法が取られたほか、美女と野獣など、 ディズニー作品が参考にされた。原から全面的に信頼されて、シリーズ構成を一任された、アヤナは原へ感謝する一方、担当編集からの提案で、テレビアニメ版から入った、人向けに次回予告の4コマ漫画を依頼しており、その出来を毎回楽しんでいた。また、BD、DVD 第1巻の特典ボックスに、 第12話のミュージカルシーンを原がイラストに起こしたことを聞いたときは感激して自宅で泣いてしまった。その他、イベントなどで原と声優の間にもイラストやメッセージが交わされるなどのキャッチボールに嬉しさを感じたという。第2期、ハロー。金色モザイクのタイトルで2015年4月から6月まで放送。全12話。 漫画タイムキララマックス連載作品でテレビアニメ第2期が制作されたのは本作が初だった。2014年3月21日にこの第2期の制作が発表された。大半のスタッフが第1期から引き続き参加しているが、監督の点付きは2014年放送のグリザイアの果実から引き続いて本作と同時期放送の続編。 グリザヤの楽園の監督も並行して担当していたことから彼の補佐として第一期から演出として参加していた名は則が副監督に就任している。また、アニメーション制作協力にアクスシスが参加している。エンドカードは写真になっており、第一話第三話でこけし作り、第四話で押しこけし完成、第五話第十話で押しこけしとロケ先の記念写真。 第11話で、宮城県白石市の矢次郎けし村にて、ローダンス5人が制作したけしの写真と、すべてにけしが登場するものになっている。第11話 C パートは、第1期第10話の嘘予告をアニメ化。衣装デザインは原優衣によるもの。サブタイトルは、絵本のタイトルに由来する。第1期において、構成は、 基本的に原作での時間順となっているが一部のエピソードの順番が前後しているものもある。また最終話は前半が2年生進級後、後半は進級前となっているため前半と後半の間で一旦 ED が流れストーリーを区切る景色となっている。第1期では ATX の第4回目のみキャラクターコメンタリードキドキ ホームビデオ鑑賞会を放送した。なお、この回の音声は、キャラクターコメンタリー版のみの放送となるため、コメンタリー音声、本編音声の切り替えはできない。このコメンタリーは、各巻の BD、DVD に収録された。第2期では、DVD& ブルーレイ映像特典として、キャラクターコメンタリーとキャストコメンタリーを収録。BD、DVD、CD、ローダンス名義のものは、 ローダンスの功を参照。アプリ、キュニ色モザイクのタイトルで、2013年6月25日より10月1日まで、YouTube 内、フラインドックチャンネルにて、約1分のミニドラマが配信された。全29回。毎週か、木曜に更新。実写映像に、出演声優が、アフレコで、キャラクターの声を当てるという内容である。出演は、ローダンス。脚本は、 赤尾でこが担当。第一作、金色モザイクプリティーデイズは、2016年11月12日から、公開された。2016年3月26日に開催された、アニメジャパン2016の、ステージイベント、ハロー。金色モザイク有識合同同窓会にて、このスペシャルエピソードの制作が発表された。なお、 同年9月1日に病気療養で無期限休養となった、生児綾役の種田理沙は、休養前に収録済みのため、予定通り出演することが発表された。興行収入は9500万円。第2作は、連載が最終回を迎えた際に制作が発表された。2020年6月27日には、タイトル、金色モザイクサンキュ級と、 ティザービジュアルが公開された。2021年8月20日に公開。ローダンス名義のものは、ローダンスの項を参照。ローダンスは、金色モザイクの主要声優による声優ユニット。メンバーは、西安香田中真奈美、種田リサ、内山由美、東山奈緒、諏訪彩香の6名。二千十三年のテレビアニメ化にあたり、西、田中、種田、内山、 東山の5名で結成。ユニット名は、主題歌のレコーディング時に5人全員で考案された、もので、聴く歌の老男性と、可愛さをアピールするアスタリスクを掛け合わせて付けられた。この名にした理由は、アリス愛用のかんざしと老男性の和名である、広葉の花,花かんざしを掛け合わせたからとのこと。また、初期の名称候補には、金髪同好会などがあったという。 2016年1月1日のライブでは、松原ほのか役の諏訪彩香もサプライズゲスト出演。イメージカラーは本来は茶であるが、ライブでは白を用いた。以降、諏訪は、ローダンスのサポートメンバーとなっていたが、2019年2月6日リリースした、ォートブックシングル、ハーモニーの発売をもって6番目のメンバーになることが、発表された。シングルアルバム、 ローダンスのおしゃべりモザイクは2015年2月16日より発足したスマートフォン向けサイトローダンスラジオサポーターズクラブで配信の有料会員制ウェブラジオ月額500円メインコンテンツであるラジオは原則毎月第2.4金曜日に更新有料会員は最新の2回分が視聴可能である不定期的に過去アーカイブを配信することがある ローダンスに関するカテゴリーハロー。金色モザイクに関するカテゴリー。金色モザイクプリティデイズに関するカテゴリー。金色モザイクサンキューに関するカテゴリー。ありがとうございます。